ジュビロ磐田の中村俊輔のマイベストチーム。ヨサさんっす。ゴールキーパーはレイソル中村くん、実力もこう多分グッと波に乗ってきてると思うんで、右サイドバックはエウシーニョ、やってることはもうほとんど右サイドハーフとか右のウイングみたいなことしてて、彼の力量が素晴らしいと思う。彼ならではのプレースタイルだと思います。でストッパーはボンバーと庄司くん。鹿島のディフェンスってすごいゾーンが広くて個で守る、サイドバックがどこまでもついていってこのスペース空けてでも一人でストッパーの選手をカバーするんで、それがすごいできてるし、あとクリアのショートバウンドの処理の仕方とかそういうのがすごい伸びてるなと思います。ボンバーはもういいでしょ左のサイドバックはあのマリノスの山中君、ボランチからサイドハーフに出た、その出る前からもうスタート切っていって早いんで、そのスタートの切り方、出ていくそのセンス、右のちょっと前の健吾かな。健吾ならではのこの駆け引きっていうか、低いボールのインサイドのやっぱ見て分かってても取れないようなスルーパスとかあるんで、そのこう何気ないインサイドの簡単なパスがスピードだったり出すタイミングだったりが良かったと思います。ワンボランチは大島君、パッて顔見たらこういてってそういうサッカー、でももっとゾーンが広くて勝ったらもっと可能性が広がるプレーができる、トップ下もできるしサイドハーフもできると思うし、もう無限な可能性がある選手だから。ごめんなさい、大島君がもう1個前だ。ここに大谷君、やっぱ長いことずっとキャプテンやってて、もっと評価されていいと。すごい難しいことはしないけどバランス見てるのは彼だし、で3トップがクリスチアーノ選手と金崎ムー選手と、まあちょっと右になっちゃうんですけど小林選手ですね。クリスチアーノはワントップもできるし左も前もできるし、何もないとこからゴールまでって持っていけるのがバスケットだと思うんで、クリスチアーノはまさにスケットだと思います。金崎選手は相変わらずアグレッシブで裏に出るタイミングが素晴らしいですし、2トップでも1トップでもできますし、やっぱり一番はやっぱどのサッカーのチームでもここのワントップが相手のディフェンスをこう打ち破るというか、選手がいるとやっぱ後ろって合わせやすいんですよ、その選手に合わせてくれる。そういった意味でやっぱサッカー一番先頭の選手にチームを左右すると言ってもいいと思うので、小林選手も今年は多分 MVP でもだと思いますけど、おかしくないと思います。ゴール数とアシスト数でだいたい30点ぐらいは絶対絡んでるんで、プラウェイそのボールがないところのディフェンダーから消えるのがうまいですね。柳さん見てるみたいで